さあ皆さん、方角見てみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。で皆さん、設問の数がトータル12問はあるんですが、まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、視聴時間がえらいことになりますので、問いの1番から問いの5番まで行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、一つ目の段落でございます。で皆さん、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、説明の指示をよく読んでいただけますと、本部の内容と違うものを一つ選ぶという問題ですからね。さあ皆さん、このオレンジの三角括弧でくくったところ、皆さん一読していただいたかと思いますが、結局皆さん、ロボットがリプレイスで取って変わるんですね。で、労働者、まあもちろん人間に取って変わると。で、それが皆さん1960年代初頭からということですね。で、皆さん、それは選択肢の1番の内容と合致しますよね。ロボットが労働に影響を及ぼす。まあもちろん労働ってのは人間の労働のことですね。ですが皆さん、それが1960年代からということでございますので、1番は本文と合致。で、皆さん、選択肢の2番すっ飛ばして3番。で、ロボットは経済を改善する。で、そういう可能性は皆さん、この2つ目の文章ですよね。皆さん、このあたりでよろしいかと思います。ロボットが大きな生産性につながって、で、経済成長にもつながりますと。ですから、経済の改善というところにつながりますよね。よって3番も本文と合致。そして選択肢の4番ですが、ロボットが仕事を奪うと。つまり人から仕事が離れていく様子ですよね。それは皆さん、この最後の方でよろしいかと思います。特に文末、オートメーションによって雇用に制限がかかるんですよね。まさに自動化によって人間の仕事が奪われていくと。ですから4番も本文と合致。となってくると皆さん、選択肢の2番が良さげですよね。皆さん、生産性の向上という話は書いてるんですが、皆さん、本文中は未来を示す will が使われてますよね。で、選択肢の2番は現在完了。ですから、時制が違いますよね。ですから、2番が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。こちら、空所37番ですね。で、皆さん、先ほどの段落へも絡んできますので、この段落 B と合わせて、検討をお願いします。さあ、皆さん、この空所37番は、このピンクのところですね。この必然的な傾向。で、皆さん、このディスと書いておりますので、この直前の内容ですよね。このあたりとつながりがあるはずでございます。で、皆さん、一瞬でダメそうな選択肢が2つありますよね。そうです。選択肢の3番と4番。inevitable と trend。否定してますよね。で、皆さん、このあたり見ていただいてわかるかと思いますが、否定表現はなさそうですね。で、もしくはですね、もう、inevitable と書いておりますので、必然。つまり、この段落 A のお話が当然なんですよね。ですから、選択肢の2番も neither。どちらも正しくないというわけにはいかないですね。ですから、両者が正しいという話をしている1番。これが良さげですよね。ただ、本当にそれでいいのかどうか、今から検討しますね。で、皆さん、選択肢の1番に both という表現ございますので、両者。で、皆さん、その両者に当たるものが、この段落への、まずこのオレンジのところですね。つまり、楽観論者が語っていること。そして皆さん、このあたりにホワイルもありますので、わかりやすいかと思いますが、もう一方は悲観論者、ペシミストが語っていることですね。ですから、この緑のところ。この両者がこの段落 B に繋がっているかどうか。まずは、このオレンジのところ、いきますね。で、皆さん、内容的には、ロボットが生産性を向上させる。そして、経済成長につながるんですね。それは、まず皆さん、このオレンジの四角括弧のところ。ロボットがますます多くの仕事をするようになってると書いてますよね。ですから、ロボットが活躍している様子が伺えます。で、皆さん、もう一つ、このあたりでもよろしいかと思います。効率が上がってる様子が伺えますよね。で、皆さん、一方、仕事に対する需要が喪失していると。つまり、人間の仕事が奪われている様子。それが皆さん、段落へのこの最後の方と合致しますよね。ですから、オレンジのところと緑のところ。これが皆さん、段落 B でもしっかり言い換えられておりますので、選択肢の1番のように、両者を正しいというふうに判断してバッチリですね。
ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で皆さん、この段落 C はちょっと長いので前半と後半に分けますね。で、設問はこの下線部ですからね。まずは一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の1番ですが、文末 too heavy to work、 このあたりの言い換えがないですよね。そして皆さん、選択肢の2番はこの文末同じ趣味、この趣味に関する表現の言い換えもないですよね。で、選択肢の3番すっ飛ばして4番、ロボットは責任を負うでしょう、そういう話もどこにもないですよね。で、一方選択肢の3番であれば言い換えが見つかっているはずでございます。例えば oblige、 それは皆さん義務的なという意味の mandatory、 ここと言い換え可能ですよね。そして皆さん、下線部の mass、 大衆、でそれが皆さんこの most people に言い換えられてますよね。そして下線部一番最後の leisure、 余暇とか暇ということはこれですよね、働かないと。ですのでしっかり言い換えが見つかっておりますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、段落 C の後半ですね。で皆さん、ここに空欄 X がありますが、並び替え問題、皆さんこの後説明の指示をよく読んでいただけるとよろしいかと思いますが、この太字のところだけ気をつけてくださいね。皆さん、選択肢これ9つありますが、1単語だけ2回使う、そういう注意がございますので、そのあたりだけ意識しながら検討をお願いします。で皆さん、解説はこの後ホワイトボードでいたしますね。さあ、出だし if のところから行ってみたいと思います。もちろん if は接続詞ですので、後ろは sv が来ますよね。で皆さん、選択肢の中で主語はどれかなと考えていただいた結果、皆さん4番 we はこれ皆さん絶対に主語ですよね。ですから、そういうものから確定していきたいと思います。で、後ろは動詞ですが、主語は複数形となってくると皆さん5番目の weren't ですよね。で皆さん、 be 動詞でございますので、その次はこの2番が熟語として使えそうですね。そうです、 be obliged ときたら後ろは to 不定詞ですね。ですから3番の to をつなげますね。で、もちろん to の右側は動詞の原型が来るんですが、皆さん選択肢の中に複数ありますので、つまり0番か1番、これなかなか決めかねますので少々お待ちくださいね。で皆さん、次に分かりやすいのは皆さん、この文末のクエスチョンマークですね。もちろん疑問文なんですから、疑問詞を置けば良さげですね。もちろん選択肢の6番で、 what の右側どうしましょうということですが、疑問文なんですから VS の語順になるはずですね。で、そうなってくると皆さん、8番 would が良さげですね。で皆さん、助動詞の後は動詞の原型、もちろんまだ触ってない0番と1番で、どちらを使うんですかということですが、皆さん関係詞のところで習ったかと思いますが、 what の後ろは不完全な文が来るはずですよね。で皆さん、選択肢の1番の do を置いていただけますとうまくいきそうです。そうです、皆さん do は自動詞、他動詞、大丈夫ですね。そうです、するという意味でございますので、なにょというふうにつながるはずでございます。ですから o がつくわけですから、他動詞で、皆さん他動詞であれば後ろに目的語は必要ですが、あえて後ろに目的語はないような状況を作っていただきますと、 what の後ろが不完全、これと皆さんぴったり合いますよね。で皆さん、そうなってくるとこの前半の動詞の原型、それが continue で決定ですね。で皆さん、 continue の後ろはもちろん7番の ing、 これで皆さん働き続けるというところで意味内容上もバッチリですね。となってくると皆さん、残ってるのは主語で、皆さん2回使用する単語が1単語となってくると、やっぱり4番ですね。 we ですから主語ぴったりですから、これで決まりましたね。さあ皆さん、続いて D 段落でございます。選択肢これでございますので、一読していただいた後検討をお願いします。さあ皆さん、段落の一番最後ですが、このあたりで選択肢削れますよね。 scarier ということですから、恐れ、恐怖を抱いている様子が伺えますよね。ですから選択肢の1番と2番のこの後半ですよね。Frightening、 これは皆さん肯定されておりますので、まずは1番2番 OK で、皆さん選択肢の3番4番はレスで否定されてますよね。ですから正解は1番か2番か、
で、その選択肢の1番と2番の共通点はこの緑の三角括弧のところでよろしいかと思います。皆さん、人間と人工知能 AI との区別違いの話ですよね。で、確かにそれは皆さんこのあたりと言い換え可能ですよね。で、皆さん、その違いに関するディファイニングということですから、定義付けをすると。で、皆さん、こっちで定義という名詞に言い換えられております。で、その定義がどうなってるのかなって読んでいただくと、皆さん、この文末で決まりますよね。で、皆さん、読んでいただけるとわかるかと思いますが、その定義付けが narrower ということですから、狭まってるんですよね。つまり、定義がしづらくなってると。となってくると、皆さん、選択肢の1番と2番の先頭でいけそうですね。で、皆さん、もう見てわかるかと思いますが、1番であれば difficulty、困難ということですよね。で、一方、選択肢の2番は ease と書いておりますから、定義付けが簡単。もちろん本文では定義付けが狭まっている。つまり定義付けが難しくなっている話ですから、正解は1番ということでよろしいかと思います。セブさん、お疲れ様でございました。問いの5番まで行きましたが、残りの問いの6番以降ですね。その解き方は皆さんご紹介した解き方と同じでございますので、参考なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。